私は今23時40分自分を褒めたい。なぜかって21時半から22時くらいから無性にポテチが食べたくなったんです。ちなみにコンビニまでは1分近く。私は耐えました。ぬいぐるみを抱きしめて、もうアラフォーだし独り身だし自分の身は自分で守らなきゃだし、だから耐えました。1時間くらい。へへ、偉くね。いや普通だろって声が聞こえる気がする。ということで、明日朝食べますポテチ。おやすみなさい。